だだってっっててて書いてあるじゃんんしぶきの子さんだったのさたか気づかなかった気づかなかったちょっと事件が起こりました今日あのファンルームに「それっぽいやろいやどういうことちょっとよく理解できないんですけどファンルームにあの15時半頃から配信します」っていうのを言ったんですけどそれができなくて。 なぜできなかったのかっていう話なんですよ。哲也さん、やいやあ、おもむさん、やいやー来てくれてありがとうございます。あそういえばラジオでごめんなさい。そういえばっつって。そのなんであの15時半から配信できなかったのかと。そう、事件とな、そう、事件なんです。今日私 救急車で運ばれました、まる、どうも。もう大丈夫です。まあ大丈夫。まあ大丈夫です。普通に生活できるぐらいには戻りました。まあちょっと生活に支障は出てるんですけど、生活できるくらいには戻りました。えっ、ー、と、救急車で運ばれて、いや、今日あの、未来リープで練習してて、朝。で、そっから学校行こうと思ったんですよ。 であの戻っててであのまあえっ、ー、と最寄り駅に着いて大学のそしたらまあちょっと事件が起こって救急車で運ばれて結局授業には出れなかったということですね「哲也さんマジかよ大丈夫じゃなくね」<laughs>「ハハ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  いやなんかもう申し訳ないわほんまに救急車で運ばれて本当にピンチでした肋骨やばいから優先席座るって言ってたよねそうなんですよ言ってましたね優先席座っててで降りて終わったでしたね私はねほんと終わった終わったって感じでしたブライドさん救急車あそう救急車で運ばれました 運ばれましたそうじゃけねあの配信できなくて結構長い時間ね病院にいて配信できなかったんですよでお昼ご飯も食べてなかったからね空腹だったよもう空腹だしやばいなって感じでとね<ス>マネさんうん来たとたん 救急車とは穏やかじゃないなそう来たんですよ穏やかじゃないですだから事件って書いてあるでしょプライドさん無理しちゃいかんはいありがとうご,ざいますごめんなさいはいそうですねいや本当ねそうなんですよ無理しちゃダメっていうのはわかるんですけどなんかねやっぱりね自分が消えることによって周り迷惑かかるんですよねでも結局どっちにしろかけてるわねもうそうだね 結局、どっちにしろ、迷惑かけてるわ。そう、ミライリープの振りとか結構ね、えー、っと、やばいんですよね。に、ミライリープの、どうしもうどうしたらいいかな。あのー、ね、なんだっけ。カバー曲をさ、やってるっていうの、マコさんがさ、 あの言ってたやん言ってたやんそれさ結構私がメインで踊るんですよでも今日はあの肋骨の影響があったので歌った踊ってなくって指示だけしてたんですよこうしてああしてくださいみたいな感じででもうちょっとで治る予定だったんですけどちょっとやらかしましたねえと土屋さん「肋骨ってことは呼吸器不全になったのいや呼吸器不全ではないんですよ呼吸器不全ではないんですけど サブちゃんさん、はじめまして、初見です。ひらび左耳障害あり。右耳しか聞こえてないけど、応援させてください。うわぁ、ありがとうございます。はじめまして。Twitter ーームフォローさせてもらいました。ありがとうございます。初見なのにごめんなさい。救急車で運ばれた話、んかしちゃって。申し訳ない。いや、もう、ほんとに、ちょっとね、心身もにいられました、これは。救急車で運ばれるって結構、体力使うんですね。 うん結構なんかね本当に救急車必要かなってめっちゃなったよねまあ全然必要だったんですけど <laughs> 本当に申し訳なかったもうね救急隊員の皆さん優しかったわもうしかも知らんうちに帰るけさーね <laughs> いやー 本当にやばかったあれはまあ救急車で運ばれたのでできなかったという話でしたフライドさん体調悪い時は堂々と休みましょううんだよねーだよねーとかいうん哲也さんやりたい気持ちは推し量りきれないけど今は自分の体のことだけ考えてほしいですよねーうん ほんとねやばいな。なんかもともとずっとさ声が出なくて迷惑かけてたのに今度は肋骨にひび入って迷惑かけてでまあ、救急車で運ばれたのは別にあのミライリープのみんなには迷惑かかってないんですけど駅員さんとか本当に折れてじゃない折れてからもうバタッといったので。 バタっといたつっっつて <laughs> なのでねちょっとなんか前も救急車騒動があったんですよ一回乗るかみたいな救急車で運びますかみたいな感じだったけど「いや大丈夫です大丈夫です」ずっと言っててその時はね大丈夫だったんだけどあのー、ちょっと今回はね乗りましたね救急車に。 えーっとつなまよさん申し訳なくないよ体が第一でなんかもうみんなの言葉が優しくて泣いちゃいそう哲也 <laughs> さんメンバーたちもそれで迷惑とか絶対思わないからさあライドさん迷惑じゃねえしああもうありがとうございます本当に泣いちゃうラジオにして正解だわ正解だわもうねちょっとずっとね今日ショールームの配信しんどいかなって思ってたんですけど さっきねあのー、友達が家に来てくれてちょっといろいろお手伝いをしてくれたんですよ。あの今日本当は夜部活があってその部活も休んじゃってであの救急車で運ばれましたっていうのをちゃんと話してそしたら友達がね「あのちょっと台風だから買い出しとか行ってくるよ」みたいな言ってくれて。 買い出しをししててくれてしかも私何も言ってなかったんですけどあのー、なんかお弁当を作って持ってきてくれてだから今日の夜はそれを食べますちょっとさっき友達が帰ったんで <laughs> 失礼まだ食べてないんですけどもうめっちゃ美味しそうここにある見えんねみんなはみんなは見えんけどもうめっちゃおいしそうよおむすびとね あめっちゃおいしそう。なんかね、卵焼きがすごいんよなんかのりみたいな挟まとってね、餃子も入っとるしね。なんかこれ、なに野菜炒めみたいなももめっちゃおいしそう。しかもおむすびがね、あの梅が乗ってるやつとあのふりかけがかかってるやつでめっちゃ手が込んでるんですよ。もうありがたい。もうありがたいわ、本当に。えっと、サブちゃんさ、俺も昔ある運営だった川のとき、あ そうなんですね。そうなんですね。え、じゃあ、これだけを映そうかな。多分ん映せるよね。ちょっと、映そうかな。えっと、哲也さん、マジでなって。うんうんうん DJLOVE さん、いい友達だね。そうなんです。あ、サブちゃんも、いいお友達恵まれたね。つって、フライドさんもいい友達やな。つって。つ <laughs> 也さんが見えないけど、美味しそうなん伝わってくるぞって言っとるけ乗せようかな。じゃあ、ちょっと待ってよ。 あのカープのクッションカープのクッションにあ、ま、どうしよう壁にちょっと待ってねちょっと画像が乱れますがこうでえっとこれを止ま、えっと待ってよこうでこうでパッパラパン内緒ですよみんなこれみんなにしか 見せないからねジャジャめっちゃ美味しそうじゃないこれを作ってくれたの美味しそう美味しそう美味しそうめっちゃ美味しそう餃子もちゃっかり入っててはいおしまーいそうこれを作って持ってきてくれましたでもいつの間にって感じほんまにだって救急車で運ばれましたって言ったらさあ結構 何時ぐらいやったっけな全てが終わってからだったっけね何時ぐらいだったっけない,いつの間に作ったんって感じだったマジであれかな運ばれる前から作ってくれとったんかな分からんわ運ばれる前からとかずっと肋骨がやばいっていう話はしとったっけねね哲也さんがあちゃちゃちゃ何でもないジョン飯テロしようぜってジョンもおるけね近くに <laughs> フレイドさん愛情やんもりだね,ねほんとそうやすしーさんよマむちゃんおひさラジオなのかあごめんなさいやすしーさん今日救急車で運ばれたんですよ私えー、っとツナマヨネーズさん食べ物は食べれるんだね食べれないのはつらいそうなんですよ食べれるんですよ食べ物は食べられます もうあのすごいよくなったんですよ病院に行ったおかげで本当に救急隊員さんや駅員さんに感謝ですねもうあの駅員さん一生忘れない私たぶんもうちょっとで救急隊員来ますからねって言われて「はーい」みたいな感じでもうやばいどこまで読んだっけ「あデイジラブさんおいしそう」っつって。 てつやさん食べたい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 美味しそうでしょサブちゃんコケってえ肘の筋切れて救急車ぶってなったけど運営だから物販道具とかあったしライブ会場まで物販道具持って行ってから自分で病院行ったすごい私ちょっともうねあの歩ける状態じゃなかったんですよねやばいよねつって。 ツナマヨさん美味しそうね美味しそうでしょう安しさんえマジですかどうしたの何があったのちょっとね電車で降りてもバタッといきましたねバタッとバタッとっつって <laughs> えっとねまあもともと肋骨の調子が悪くてねそこが多分結構原因膝ねひじひじじゃなかった膝ざか,膝かえ膝でも歩けなくない大丈夫なの すごい。えー、っともめすさん無理したらあかんで、はいありがとうございます。フライドさん無理をしない自分は責めない。はいはい。ちょっと定期ライブ歌は歌おうかなって思います。多分歌える。うん。島方さん。おまめさまこんばんは。喉の,の調子は？喉の,の調子はいいです。 今度はは怪怪我しました、はい、怪我しましししままたたい肋骨にひびが入ってプラスきょちょっと救急車で運ばれました <laughs> 哲也さん少し安定しててもしばらくは安静にしててほしいむむ <laughs> 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 でもちょっとね定期ライブだけは出たいわ出たいわっつって定期ライブはちょっとねうんまあちょっと考えます もうちょっとあの様子見てから考えますとりあえず明日から母が来ることになりましたさすがにさすがに来ることになりました広島からちょうど3連休じゃけまあ来るかってなったんですけどフライズさん「膝って10回言って「膝膝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 はい言ったよ これピザってつやさん万全になったら p e r い u m e b さん万の動きでたらはいわかりましたもちろんもちろんよとりあえずね多分歌はね歌えるから、うん、どうなんだろうなうんもわ今度は歌だけの参戦かもしれない 島ほんとねもう申し訳ないわ今日電話かかってきて明日から行こうかみたいな言われてフライドさん間違いないシンプルに間違えないでくださいこれ私が「ピザ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 」って言って「ここは?」って言って「ひ膝って間違えるやつじけえね <laughs> 歌うと肋骨響かないのちょっと響くけど <laughs> 響くけどとかう,うんまあ実は響く けどちょっとねこれ言っていいのかな言,言っちゃダメかなみんな聞かなかったことにしてくれるでもね言っちゃダメって言われてないから多分いいんだけど定期ライブでソロやるんですよだからそのソロがなくなると多分10分15分ぐらいどうするのみたいな感じになるんでそれはちょっとさすがにやりたくてやりたくて どううしよう曲をね決めてたんだけど1曲踊る曲にしててでも踊れなさそうだからちょっと踊るはずに歌う、まあ、みんなに踊ってもらおっかじゃあみんなにっていうかあのお客さんに <laughs> レクチャーするからここだけこうやって踊ってくださいっつって <laughs> そうしようかなてつやさんそらそうだよなそうそらそうなんですだからちょっとまあもうちょっと様子見ますでもね早く打った方がいいのかなちょっととりあえず。 今日はもう何も考えたくないんで何も考えたくないんで本んに一旦今日はあの休みますちょっと心身ともに疲れました本当に救急車はかなり体力を使いますいろんな気持ちがこう混ざってあ待って今15分配信しましたって流れたねそういえばイエーイ 也さんうん、弁当を食べて休みなってありがとうございます。ほんまに美味しそう、このお弁当。嬉しい。いや、すしーさん、配信無理にやらなくてよかったね。えだって、毎日配信が途切れるからさ、ちょっとや、あの、マジで、当分、ちょっと今日無理かもって思ってたんだけど、でもね、友達が来てくれて、ちょっと元気になったんで、気持ちが。それまでは結構ね、 なんかここで言うの申し訳ないんだけどさあの結構気持ちが落ちてたのようん気持ちがだいぶ落ちててでもうなんかしんどかったんだけど友達が来てくれてお弁当持ってきてくれるしすごいなんか洗い物とかもしてくれてもうなんか感謝すぎてさなんか元気になった少しあなんかこうやってすごいね心配してきてくれる子もおるんじゃなとかって思って元気になったっけねあのショールーム配信をする元気が出ました ましたみんな来てくれてありがとうございますフライドさん一休み一休みうんじゃあもういもう終わるわ休むわやすしーさん体調優先よはーい優しい友達だよねそうなの本当に優しい友達なのちょっとね明日は本当は英会話のレッスンがあったんですけどそれは休みましたさすがに電話しました休みますっつって救急車で運ばれましたと言ってないけど そういう友達は大事にしたほうがいい。うん、そうですね。ほんと、大事にします。ツナマヨさん、お弁当を食べてゆっくり休んでくださいね。はい、ゆっくり休みます。哲也さん、重ね重ねだけど無理しないでな。配信してくれてありがとうね。いえいえ、こちらこそ来てくれてありがとうございます。本当にね、あのー、もう、本当になんか本上司じゃなさすぎて、ちょっと、 正直気分がすごい落ちてるんですけどずっと歌えないから歌えない最初は歌えないから始まってそっから肋骨ひび入るで救急車で運ばれるというこのね感じで本当にもう長引いてて結構本上司で踊れないを歌えないっていうのがずっと長引いててちょっと正直気持ちが落ちてるんですけど。 皆さんが優しいから元気が出てきたありがとうございます本当に優しいやさん自分優しいぞそうだね分かってるよ分かってるよありがとうございます松島さん何か起きたのねおつまみそうですあの救急車で運ばれました今日松島さん救急車そう今日救急車で運ばれましただからあの予定の時間にできませんでしたフライドさん休めはいわかりましたじゃあ終わるね最後にランキングだけ読んで終わります 13位、鉄屋やさん、<cities ourselves> <是 ologic> <removes> さんありがとうございます。1二位、こすもたさん、ありがとうございます。十一位、デイジラブさん、ありがとうございます。10位、ディフェクトさん、ありがとうございます。九位、沈黙さん、ありがとうございます。8位、おわたまるさん、ありがとうございます。7位、ゾンさん、ありがとうございます。6位、しぶきのこさん、ありがとうございます。5位、えみさん、ありがとうございます。4位、さぶちゃんさん、ありがとうございます。3位、ももやすさん、ありがとうございます。二位、ヨネちゃんさん、ありがとうございます。1位、つけまるさん、ありがとうございます。 ライドさんどんとこならあとは上昇あるのみそうですねちょっとねあんまりみんなの前でマイナスな発言とかはしたくないタイプの人間だったんですけどさすがにごめんなさい <laughs> 本当に <laughs> 今日だけ <laughs> 今日だけごめんなさいちょっと救急車で運ばれてかなり落胆してるので <laughs> あっやすしーさんが安定のってそうね安定の圏外ね圏外だっけ うん、なんてデイジーラブさん気をつけてねありがとうございますてつやさん寒いから暖かくしてねお休みありがとうございますもう今日はお弁当を食べて早く休みますありがとうございましたあーごめんねちょっと今ランキング変わっちゃったけど終わるねツナマヨさんおやすみなさいおやすみなさいやすしーさん何かあったら聞くよ <laughs> ありがとうございますあ松島さんがおやすみマムって おやすみなさい。みんなありがとうございました。じゃあ、また明日ね。バイバイ。